はい、どうもこんにちは、エコロです。今回は、お正月のね、パワーアップアンケートがね、えー、性能発表されましたね、見ていこうと思います。遊戯王もね、多分明日か明後日くらいに来ると思うんですが、今回はね、お正月が先に来たんで見ていこうと思います。まずは、投票結果発表。僕、天狗に入れたんですけどね。まあ、さすがにちょっと天狗は、無理がありましたね。1位がリーチェ、2位が月読み3位がアルテミスでした。まあ、あアルテミスは多分ね、もう皆さんご存知、あの方の力と、あの方のファンの方々の力があったと思います。2位、月読み多分これは昔からのね、えー、月読み大好きな人、やっぱツイッター見てるとめっちゃ多かったですね。やっぱ まそういう人が多かったと思います。1、リーチェ。まあこれは強いからですね、単純に。<laughs> っていう感じではあるんですが、この3体がね、強化発表されました。見ていこうと思います。まずはリーチェ。ごめんなさい、僕先にね、あの自分の仕事を忘れて動画で使っちゃったんですが、リーチェもね、かなり強くなっております。はい。 あの、強いキャラって強化されないと思ってたんだけど、HP が800、攻撃が50、回復が180上がりました。まあ、これは地味だけどでかい強化。スキルが全ドロップの6クを解除し、5属性プラス回復ドロップに変化。3ターンの間、ダメージ吸収と属性吸収を無効化すると。3ターン吸収無効、属性吸収無効になったわけですね。まあ、これが一応ね、わかりやすく言うと、リーチェってね、最短9ターンで溜まるんで、ま、あ実質3体入れて76で使ってあげれば、も,うもはや、属性吸収とダメージ吸収が一生ループするんじゃないかみたいなね、ことも言われてますけど、まあ、そんな感じで本当に強い。 3ターン吸収プラス属性吸収無効になりました。これはマジで強いと思う。まあ、33ターンっていうのは結構でかいんだけど、まあスキルがもっと安定すれば周回編成とかでも何かしら使う場面は来るんじゃないかなとか思ったりします。特に新ダンジョンではマジでリーチが必須になる可能性はあるから持っといてそうな怒りになったかもしれない。で、リーダースキル。 悪魔とバランスタイプの HP と攻撃力が2倍。これがでかすぎる。悪魔縛りってきついんですよ。バランスが増えたら一気にキャラ増えるんですね。バランスって好きなキラーつけれるキャラなんですよ。皆さんの思い浮かぶ好きなキラーつけれるキャラって結構いると思うんですよその。その結構いるキャラが全部入るんですね。 ま、だから光で言えばナイトとかね、そこら辺も全部入ってくれるんで、あの、本当に安定して強くなりました。さらにね、五族性プラスあ、間違えた、えー、ドロップ操作を2分延長で、7コンボ以上でダメージを軽減4色以上同時攻撃で、攻撃力が9.5倍と。まあ、単純に火力がね、0.5倍分上がったんですが、0.5倍プラスされたんですが、これね、つまり、18倍から19倍に上がりました。この火力1倍分は本当にでかい。プラス1倍されたけでも超でかいんですよね。なので火力も少し上がってね、使いやすくなったんじゃないかなと思います。で、えー、武器がですね、全ドロップの6効 属属性性プラス回復ドロップに変化3ターーンの間ダメージ吸収属性吸収収無効がこれスキル継続なんで、すよねで今回の動画はね、解説するすにね、この子交換した方がいいのかについても話しておきますが、僕的にリーチャーはね、交換する価値はあると思います。はい。えー、もう個人的に A プラスランクの評価は変わらないんですが、やっぱりね、3ターン吸収無効っていうのはね、これから使い道が増えてもおかしくないんだよね。やっぱそれを警戒して持っておくというのは非常にデカいし、何よりリーダースキルもかなり強くなったので、えー、単純に使いたいキャラとして持っておくのはありだと思います。ただ、 交換素材がキツキツで、もうマジで僕はこの人権キャラを交換素材に出してでも交換したいんですが、これ交換した方がいいんですかって言われた場合、僕は交換しなくていいというね、評価をします。なんでかっていうと、ターン吸向こうすごい強いんだけど、ま、あ一年後には最悪復刻が来る。これが違うくて、やっぱ例えば銀玉コラボのカムイって、一年後来なかったんですよね。ごめん、いつコラボか覚えてないけど、多分一年経ってるんですよ、もうすでに。でも、やっぱそこで、 リーチェって一年後絶対来るんで、最悪そこでもいいと思うんで、そこまで焦らず交換しなくてもいいんじゃないかなと思いました。はい。まあ、やっぱね、こういうぶっ壊れてね、後々使えなくなることもあると思うしね。まあ、全然そこはね、交換しないという選択肢もあるだと思います。ただ交換できるならぜひとも持っておいてほしいキャラじゃないかなと思いました。一応これが消化するリーチェですね。はい、まとめ終わりです。次、月読みですね。はい。 えー、月読みに関しては、まずステータスが HP が400、攻撃が500、回復は変わらずですね。攻撃力がかなり上がっているので、もう別キャラみたいな感じはあるんですが、スキル、全ドロップを強化。覚醒無効状態を5ターン回復。3ターンの間、ドロップ操作を5秒延長と。これちょっと、他の読みも見ていいですかはい、ちょっと見てみましょう。正月読みは5ターンになってますよね。こっちはなってる。これはなってるんだあ、じゃあ既存の読みも普通に強化されたね、巻き込まれて。でも読みもね、すごい強いんだけど、これね、 5ターン回復になったことによって、どんな効果があるかって言われたら、そこまではない。ただまあ、でも、単純に覚醒不幸は多い方がいいから、8ターンで単純に覚醒不幸が5弾になったのは、まあ、いいところだと思います。はい。で、リーダースキル、ちゃんと前を見て歩かない方がえ、強化ドロップを含めて、5個消し者属性の攻撃力が6倍は変わらずで、6コンボ以上でダメージを軽減攻撃力が3.5倍、21倍に上がりましたね、火力が18倍から21倍に。まあ、強いとは思うんですが、強いとは思うんだけど、まあ、でも、でもまあ、強くない。 かな <laughs>、まあ、強いとは思うんだけど、21倍になったところで、やっぱ軽減だけのリーダーは使えないしね。やっぱそれはまあちょっと強いとは言えないんじゃないでしょうか。まあ、た多分強くないと思います。はい。 続きまして、アルテミス。もうね、これはね、強くなりましたね。えー、攻撃力が750上がりました。単純に攻撃だけ750上がったんで、まあ2500から3300。これはもう全然レベルが違う。圧倒的に強くなりました、攻撃力はね。えー、で、スキルこれ、1ターン休止無効が2ターンになったらめちゃめちゃ強かった。てか、なると思った、アルテミスで見た瞬間に。でも残念ながら、1ターン休止無効は変わらずでさ。いや、これね、2ターンに変えて欲しかったな。これ2ターンに変えてくれたらね、あの、フレンド、リーリアのフレンドとしても全然使えたしね。めちゃめちゃ惜しいんじゃないかなと思った。 でスキルはね1ターンの間ダメージ吸収無効化ヒドロップをヒドロップに変化消すイいドロップを全回復消すないドロップ全回復は普通に強いと思うんだけど思うんだけどまあ別にそんないらないだって絶対ダメージ吸収使う場面ってねえ まあマシンやってたからルガ側じゃん。別にそこで消すないドロップ回復いらないしね。まあだから吸収向こうを使わなかった場合に使えるようにってことだとは思うんだけど、それだったら2ターン吸収向こうにしてほしかった。確実に使えたのにね。まあやっぱスキルターンとか単純に価値を下げちゃうっていうのがあるからね。やっぱね、星7だから。で、あ、星8か、星8だからってのはあったんだろうけど、だとしてもやっぱりちょっと、うーん、2ターン吸収向こうが良かったなっていうのは否めないよね。で、前、まあ、でもリーダースキル強化されてます。はい。 えー、貴族性の HP が2倍。木を4個以上を繋げて消すと、攻撃力が4倍。4コンボ以上で攻撃力が4倍。回帰力が2倍と。えー、攻撃力が単純に14倍から16倍に上がりました。まあ、これに関してはね、もちろんね、火力が2倍分上がってますので、単純に強くなりましたと。で、まあ、あとは変わらずって感じでね。まあ、貴族性のリタとして、まあ、普通に使えるキャラなんじゃないかなとは思いました。まあ、ぶっ壊れチート最強ってわけじゃないけど、でも全然使えるよねって感じのリターーになりましたという感じですね。まあ2、二短9種目なかったのが惜しいね。読みに関してはなんかよくわからんきよだったよね。で、 リーーャはまあ単純にめちゃめちゃ強くなったって感じですねで一応ね読みとアルテミス交換した方がいいんですかってね、えー、コメントも結構もらったんで話しておきますねはいまずツクヨミからですねまあ、ツクヨミに関しては交換しなくていいと思うツクヨミをねサブとして使える場面が今の環境なくてやっぱりそう結局ツクヨミがどれだけ強くなろうがツクヨミよりも強いキャラが大量にいるんだよねだからえな何でお前ツクヨミ使ってるんぐらいのノリで言われるぐらいの微妙な感じなんだよねまあ一応ね性能見てみるとね まあ全然弱いわけじゃなくてですね。えっ、ー、と、この子か。間違えた、こっちだ。全然弱いわけじゃないんですよ。まあ、指2秒延長もあってね。えっ、ー、と、核戦力も5体にだったから弱いわけじゃないんだけど、わざわざこれを入れるなら、だったら別に指2秒延長じゃなくてもいいからガウリ入れようぜ、みたいなね。そういうパターンになるわけですよ。ね。あとはまあ、えっ、ー、と、ベラタマンデとかも入りますしや、ここら辺のね、強いサブ。 やっぱねここら辺を超えれないっていう時点でねどうしても結構厳しいものがあると思う、うん、だからまあ正直そんなぶっ壊れってわけじゃないしね交換はスルーかなで続きましてアルテミスアルテミスに関してはまずキャラが好きって人はいいと思うんですけどまあ僕そもそも限界突破しない時点でねあのお察しなんですがそんなに <laughs> そんなに強くはないんですねまあ、この子ねあの使い方はすごいんですよ木の4消しでサイダーバ率が間違えた木の4消しと4コンボでサイダーバが出てるからやっぱゲームイズもね昔評価してる 昔評価して炎上してた。アルテミスが強いって評価したら炎上してたのにちょっと意味わかんないんだけど、そう、昔はね、えー、14倍で、木の4個消しをして4コンボすれば強いって言ったら炎上してたっていうね。 なぜか、ちょっと、それは僕もよくわかんないですけど、ま、あそのぐらいね。で、ま、あ強かったんですよ。やっぱ評価されるぐらいには、ある程度は。ただ、やっぱりね、貴族性の環境ってコマさんとかいるじゃん。で、コマさん今使えてますか使えてませんよね。わざわざじゃあ、わざわざアルテミス使いますか使いませんよね。二短九吸向こうだったらマジで交換しようがよかったっすよ。これ。二短九吸向こうなら交換しようって言ってましたよ。でも、一ンなんだもんね。一ンのキャラを今更わざわざ交換する価値はないです。まあ、あアルテミス好きな方ごめんなさい。交換する価値はないです。アルテミス好きな方はぜひ交換しまっていいんですが、それ以外の方はね、スルーが一番いいんじゃないかなと思います。これが一応、ね正月の解説の ますはいでまあ個人的にはねやっぱね天狗強化来て欲しかったな <laughs> 天狗強化来て欲しかったんだよな俺的にはでもまあ天狗はちょっと無理があったかなさすがにあの5ターンあの一応貴族性って今5ターンスキブいなくてさ5ターンスキブなんねえかなと思ってたんだけどおっオーマイゴッド無料ガチャありがとうございます そうこんな感じでもね、アンケート来たんで、あー、もう終わっちゃったか。遊戯をね、僕急いであの、コミュニティでね、投稿したんですけどね、引いた方おめでとうございます。あの、後でね、もらえるんで安心してください。まあ一応ね、そんな感じが、えー、正月ガチャのね、解説になりました。はい、いかがでしょうか。まあちょっと時間余ってるんで、せっかくなんで最後ガチャ引いて終わりましょうか。まあでもちょっと僕なりのね、今回の強化に対しての感想を言っていいか。今回は僕の中でパズドラのあの、考えが分かった強化でした。今までパズドラって強いキャラは強化しない 稽古にあったから俺リーチェ入れても強化されないと思ってたんだけど今回の強化さリーチェめっちゃ強くなったじゃんそうびっくりしたんだよえリーチェ強いじゃんみたいないや今回でい方だったのはあリーチェでも強くなるんだと思ってだから俺遊戯王もわざわざブラックマジシャンガールに入れて弱いキャラじゃないって強化されないと思ってたんだけどまさかの今回ヨミとアルテミスっていう今の環境で弱いキャラが強化されずにまさかの今の環境で強いリーチェが リーチが強くなるっていうパターンだったんでね。えー、まあこれからはね、多分強いキャラに入れてもいいのかなと思いました。お読みじゃんありがとうございますやったぜリーチの交換サイルにするわ。まあっていう感じがね、僕の今回の協会の感想でした。まあでもね、単純に既存キャラの強化って嬉しい限りだしね、悪いことないと思うんで、ぜひともこれからもやってほしいなと思いました。そんな感じで皆さん、えー、よろしければチャンネル登録、高評価ぜひお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。でも何に対してチャンネル登録高評価お願いしてるんだだって、この動画を見てチャンネル登録高評価しようと思うポイントがなかったもんな。えっ、ー、と、じゃあ、 これ皆さんに特別にとんでもない情報を公開します。明日遊戯王の強化発表されますが、ランキング1位は遊戯です。この情報知らなかった方、チャンネル登録、高評価お願いします。バイバイ。